ヤコブソ瀬戸支部と申します。今回の京都桜田総会は2度目の参加となり、昨年の京都桜田総会では初参加とともにチームとして初めて祭りに参加させていただいた祭りになります。そんな京都桜田総会で今回新曲神楽を披露させていただきます。踊り子一部を精一杯お出していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。